株式会社三省堂書店は、東京都千代田区神田神保町に本店を構える大手書店である。日本各地及び、かつてはアメリカにも店舗を展開し、木の国や書店や丸善と並ぶ、老舗の大手書店チェーンである。外商やフランチャイズ店舗も存在する。神保町本店は、地域最大の規模を誇り、ランドマーク的存在ともなっているほか、 電子書籍の店頭販売も実施されている。三聖堂という店名は、論語学事変の一節、我西三省参照ゴミからとって、早稲田大学創立者の大隈重信が、初代社長に送った、というエピソードがある。出版社の三聖堂は、三聖堂書店の出版事業部が1915年に独立したものだが、1974年以降は、両者に、 直接の資本関係はない。創業者一族の亀井家は、ソニー創業者の森田昭夫と、遠赤関係にある。創業者の亀井忠和2021年5月時点で、東京都10店舗、神奈川県3店舗、埼玉県1店舗、千葉県2店舗、北海道3店舗、愛知県2店舗、岐阜県1店舗、計22店舗を展開する。このうち神田人房町。 池袋、名古屋の店舗をそれぞれ、神保町本店、池袋本店、名古屋本店と称している。関西では、京都府一店舗、天王寺御用にある、大阪府一店舗あったが、京都店は2018年6月17日、ステーショナリー天王寺は、同年7月31日をもってそれぞれ閉店した、ため、関西から撤退している。かつてはアメリカに5店舗あったが、 すべて閉店となっている。2011年7月21日には、書店空白地帯であった北海道ルモイ市の市民らからの要望に応え、人口30万人を出店目安にしてきた、三省堂書店としては異例ながら、同市への進出を決定。新店舗、ルモイブックセンターを出店している。また、リブロが本店を構えていた西部池袋、本店書籍館。 別館に池袋本店を犬器で出店し、2015年7月29日には別館地下1階部分がプレオープン。同年秋に書籍館部分がオープンし、同年12月6日にグランドオープンした。ありがとうございます。